この建物の中に仕事がある。働きに行く。ボボ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 ボ。よく来てくれたね。待っていたよ。研修その1っていう感じで出されました。サーモンランです。研修に参加しましょう。瀬戸田圭介です。初見です。サーモンランは初見です。働き行ったのは初めてです。なんか研修をさせられております。よかったこの会社はちゃんと研修を受けさせてもらえるんやな。研修その1、アルバイトの基本の木。海からは鮭がやってくるんだよ。彼らをインクで打つとイクラを落とすんだ。アルバイトの君の仕事はこのイクラをたくさん集めること。ただそれだけだよ。よかった。この会社はちゃんと新人に研修受けさせてみる、受けさすんやな。うちの会社はさ、1年間新人研修とか言いながらさ、雑用ばっかりやらせてくるからな。何が研修やねんっていう状態だったからな。よっしゃ。うむ、今手に入れたのがイクラだよ。このイクラをたくさん集めてほしいんだ。じゃあまた鮭を探してみようか。わかりましたよ。何なんだろう、このイクラって高価なものなんかな。美味しいんかなこの世界のイクラって。ぶっちゃけた話、イカやってさ、人間からしたら食べ物なんやけどな。食べ物が食べ物を集めるという、なんという皮肉な話になってんだろう。いい仕事ぶりだで、君なら本当のお仕事を頼んでもいいだろうね。ちょっと今敵のインクで溺れかけてますけどね。実は私が欲しいのは金イクラなんだ。金イクラは大文字が持っているものでね。来た。呼ばれたかのような音流れたよ。ブルーって戦じゃーじゃないやけどな。おや、大文字が現れたようだ。いい機会だ。大文字を探してみようか。お前が呼んだんじゃん。ブーってお前が奈良さんちゃん呼ぶために。何が現れたようだじゃん、お前。お前が呼んだだろ。こいつか。え、フライパン持ってるよ。こいつただちょっと料理しに来ただけじゃないの。別に倒す必要ないじゃないの。なあお前、別にお前なんか襲いに来たんちゃうよな。お前料理しに来ただけよな。クッキングパパよな、お前。要はいくら料理を作るように来た感じなんだろうな、これ。思うよきが金いくらを落としたね。金いくらをくれることで持つことができるんだ。金いくらをノルマの数だけ集める。これが君に頼みたい本当の仕事なんだ。そうか、あ、ノルマとかあるんだよこれ。わあ、ノルマとか、ノルマとか定めるの俺嫌いなんやけど。だってさ、結構ノルマ高く設定されたらさ、毎回毎回修例とか朝礼とかでノルマに足りませんみたいな感じで店長は言いまくるもん。やけ俺はノルマって言葉は嫌いなんだ。ノルマは1つこなってたね。今回のノルマは3つだから、あと2つ必要なんだ。さっき2つの金融かも。おや、あの鮭はどうした。あ、普通の鮭。あ、あの鮭は金いくらを回収する鮭だ。あ、取っていくんじゃ。あ、2個持っていきあげて。ちょっと俺のイカは1個しか持てんのにさ、なんであいつ2個持てるん。どうして、ね、どうして任天堂さん。運命に切られる前に倒すことができれば回収された金いくらを取り返せるからね。さて、2つ目の金いくらを探しに行こうか。マイペースかお前。今2個持って帰ったところなんですね。新しいやつ探せみたいな。マイペースかお前は。おや、仲間か、呼ばれてるようだね。仲間のところへ行ってあげてくれないか。仲間や、初めて会ったのに、初めて会ったのにもう仲間なんじゃ。この世界の仲間の概念は薄いの。あ、取った。このように仲間と声を掛け合えばより効率よく金いくらを集められるからね。そうか、減るの。ふむ、今度は仲間が助けを求めているようだ。なん、インクをかけて助けてあげてくれないか。了解しました。助けてあげてくれないかって上司が言うこと。仕事ってなかなかさ、他の人に助けてもらえんもんなのにさ、この会社はいい会社かもしれないな。とはいえ、これどういう状況から助けてほしいんだこれ。これどういう状況から助けてほしいんだこれは。一体自分のインクで覚えたいという謎の状況になっているね。インクをかけて、ああ
仲間が困っていたら助けてあげることは重要だよ。全滅してしまうとファイトを続けられないからね。あ、それはさ、死んでも仲間に助けてもらえれば助かるからな。死んでももうちゃんと仕事はせえってことだろ。全滅するまで帰ってくんないってことだろ。やっぱブラックだわこれ。カモンとヘルプを使うには上を押しなさい。あ、十字キーの上。さあ、金いくらといくらコーナーでもあって運んでみようか。わかりました。なんかちょっとブラックだったりホワイトだったりするな、この会社。これで2つの金いくらを運んだことになるね。今回のノルマはあえてあと1つだ。そうそう、バイトにはタイムリミットがあるんだ。時間内にノルマを達成するのも大切な仕事だよ。この納期があるんじゃ。納期って言葉も嫌いだわ。理由はわかるよね。それじゃあ3つ目の金いくらを集めてみようか。了解しました。あー、あいつは普通のやつやな。普通やな、これ普通か。でかいやつ、おもじゃきがもう1体ぐらい出てくるってことだろうな、多分。そういうことは、どこだ、どこだ、どこ、おった。あー、あれ、こいつフライパン持っとんだろうな。しかも3ついくら出てくるんで、大きいやつ。ぶっちゃけこれ全部持ってっとったら、実は一つで一体倒すだけで終わったみたいな感じのことにもなるんか、これ。今後これで3つの金いくらが積もったね。よくやった、ならまた忘れたよ。ありがとうございます。タイムリミットもやらないように気をつけて。余裕があれば金いくらをもっと集めてくれないか。そういうことが。ノルマはあくまでこれだけはこなしなさいってことで、だってね、もっとこなすに こなすに越したことはないってやつやな。でもさ、これ多く取った分ボーナスとか弾んでくれるんだろうかな。仕事ってのは働かせてもらってる気持ちでやりなさいみたいな感じの嫌な上司がいるかもしれないからな。倒せ倒せ、よっしゃ。そうぞ、スペシャルパウチを2つ支給しておくよ。ここぞという時に使いなさい。何それ、何すかそれ先輩。その説明はちゃんとして。ん、ああ、スペシャルパウチってなんだ、パウチってなんだ、なんでパウチって言い方にしてるんだ、わからない。僕でわからないよ先輩。よいしょ、危ない。あ、いくらじゃ、そのいくらわしのもんじゃ。なんか喋り方おかしくなってるけど、まあいいか。なんかクマさんの喋り方が映ってるような気がするけど、まあいいか。あ、198、そのいくらもいただきだ。やばい、間に合うかな。ダメー、届かなさそう。やばい、間に合う、間に合わない。研修終わり。なんか嫌なことがあったような BGM 流れたよ今。ババーって。いいんだよね、これで。いいんだよね、グッジョブだよね、 GJ だよね。やったぜ、とりあえず研修クリアだ。次は正社員として働くぞ。やあやあ、おかえり。なかなか筋が良いね。すぐにでもバイトをお願いしても良さそうだが、あともう一度だけ研修を受けてもらうよ。まだ研修はあるんすか。もう今ので俺の腕前は十分伝わったはずなんですけど。君のような生かした若者現場に放り出して怪我をさせるわけにはいかないからね。ああ、そういうこと。あ、俺の怪我のことを気にしてくれてありがとう。なんかいいっすね、クマさん。キャラクター性、人間性できてますね。人間じゃないけど、クマやけど。次はマニュアルを読んでもらうための。ふむ、ちょうど次の船が来るようだ。読みはすべてに答えるという海の教えを聞いたことがあるだろう。ないよ、俺どっちかって言ったらさ、山の人間、山で育ったような人間やけん知らんよ。次も現地でバイトの基本を覚えてもらおうか。さあ出発だよ。え、マニュアルとか読ませてくれない。もうぶっつけ本番で覚えろ的な感じ。あー、なんかそこは嫌やな。ちゃんとさ、こう勉強会みたいなの開いてほしいんやけど。覚えるよりも慣れ度ってやつですな。なんかブラックだかホワイトだかよくわからんな。研修するのにアルバイト基本のほ。前回君が出会った大文字だがね、実は他にも7種類の大文字がいるんだ。7つの大罪みたいな感じになってる。一匹一匹がなんか大罪を犯しとんかな。今回は7種類の大猛者と戦ってもらうよ。何、私がサポートするか心配はいらないよ。あ、今回で大猛者の特徴とか教えてくれるんじゃ。あ、それはちょっと今後に繋がりそうやな。
大物じゃけ、その一、爆弾。巨大なボムを投げてくるシャケだ。やつの体は硬くてインクを弾いてしまうんだ。頭上で膨らませたボムを攻撃することで、ボムが爆発し、茶ゆく倒すことができるよ。自爆なんじゃ。自爆させるんじゃ。なるほどな。やっぱ弱点でもあるやな。通常攻撃が効かんで弱点がある感じなんやな。どこだから出るんだ。こっちかー。なんかグロい見た目してる。なんかグロい見た目しているな、なんか。で、爆弾が出るのやな、どっかからが。これかー、そこかー。爆発するタイミングがわからん。あ、これ練習して、やったー、まあ、とにかく膨らんできたやつを爆発させろ、的な感じなんやな。わかったわかった。よっしゃー。おー、もうじゃけ、その鬼、ヘビ。ヘビのようなマシンを操るシャケだよ。シャケなのかヘビなのかどっちだよお前。マシンに触れるとダメージを受けてしまうからね。一番後ろに操縦手のシャケが乗っているよ。うまく回り込んで倒すんだ。一番後ろの尻尾の部分が弱点ってことやな。どれどれ。ああ、ほいさー、弱い。弱ーい。もうちょい蛇っぽい動きしてほしかったな。くね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 。普通にまっすぐ走ってきただけやけんな。おお、もうじゃけ、そのさ、鉄板。鉄板、いきなり動物なくなりますけど。大きな鉄板を持ったシャケだよ。厄介なことに正面から攻撃がガードされてしまう。ただ攻撃し続けると姿勢が崩れて動かなくなるんだ。その隙に鈴後ろから攻撃が出るのがポイントだよ。何いちいちこのさ、合戦じゃみたいなホラガイ吹くんだろうが。なんじゃこれ。大昔の車みたいな感じになってる。なるほどね。あ、攻撃し続けるとブレーキかけたな今。ロコズリブレーキ音かけた出たよな今。キュ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 って。なるほどね。よし、金いくらいくらコーテルまで運んでくれたお前。おー、もうじゃけ、その4、タワー。あれね、アルカナや。大アルカナのカードみたいな感じになってきて、タワーって。塔のように高い射撃だね。やつは海岸からインクを吹き出して攻撃してくるんだ。積まれた鍋を攻撃して弾き飛ばすんだ。鍋ってなんだ。すべての鍋を飛ばす、倒せるからね。鍋ってなんだ。その鍋ってなんだ。鍋だ。本当に鍋だ。タワーって鍋でできてるのか。わー、本当にビームだ。これ、なんかスペシャル見たことある。チャージャーのスペシャル見たことある。わー、もろーい。もうちょい鍋をさ、ガス溶接とかでくっつければいいもの。ただ積み上げただけやった。おー、もろじゃけ、その後、モグラ。インクに潜りながら追いかけてくるショッキーだ。足元から急に飛び出し、食らいついてくる。飛び出す場所にボムを置いてボムを食べさせることで倒すことができるからね。めんどくさ。マジか。ボムうまく使わんかったらあかん感じなんじゃ。嘘やん。何それ。何あれ。ちょっと、ちょっと。水沢の浮きみたいな感じになってますね。今のでもダメージになってないかな。いやいや、いくらは出すけどダメージはなってない感じだ。倒せたやん。倒せたわ。ボムが推奨、ボムは推奨だって。別にボムじゃなくてもよかったんじゃ。ああ、ボム使う必要なくない？ねえ、ボム必要使う必要なくない？おう、もうじゃけ、その6、コウモリ。雨雲を発生させるロケットを撃つ射撃だね。やつが傘を差している間は攻撃が効かないんだ。体が傘から出た時は狙ってくれたまえ。ロケットを攻撃すると撃ち返すこともできるからね。はあ、ああ、傘だったりロケットだったり、どこがコウモリじゃ。どこがコウモリじゃ、お前。死んじまえ。何一つコウモリじゃなかったじゃねえか、今。もうちょい見た目をコウモリに見せてほしかったね。おお、もうじゃけ、そのなら、肩パッド。なんだ肩パッドって。声までの流れ全然組んでないだろお前。いきなり別世界の生き物みたいな感じが
もう種類が違うもん出てきたらいきなり。ふらふらと飛んでくるシャケだ。気まぐれにマルチミサイルを撃ってくる厄介なやつだ。気まぐれにってなんだか。二つの発射口にボムを投げ入れることで内側を倒すから倒すことができるんだ。まだボムなんじゃ。どこだ肩パッド、どこだ肩パッド。肩パッドや。ああ、ミサイルね。やばい、これはボムじゃないとダメそう。これは本当にボムじゃない。死ぬー。ああ。これも、あれやな。スペシャルみたいな感じやな。入ったか？入ったー。肩パッド一つ撃破だ。ああ、死ぬー。肩パッドにやられたー。舐めちっとった。あ、これがさっきの助けてんの時だったんじゃ。なるほど、インクをかけてもらって洗い流すことで、うー、ありがとう。特別に洗い流してあげるからねって、毎回洗い流してくれたら効率よく仕事終わるんじゃないかな。俺はそう思うんやけどな。仕事ってさ困難に立ち向かうかどうかよりもさ、効率入らない。効率だと思うんやけどな。俺は効率的に仕事できれば、別にいいんじゃないかな。そういう制限かけんでも金稼ぎたかったら別にそういうんでいいじゃないかな。俺はそう思うんやけどな。入れ！入ったー。肩パッド、恐ろしく倒しにくい相手だった。肩パッドだけちょっと大変そうやな。やったー。今回の研修はこれでおしまいだよ。ありがとうございます。お世話になりました。あ、お世話になりましたって言うたらもうやめるみたいになってる。よっしゃー、これでようやく次回から正社員やな。よいよ、お疲れ様。これならバイトも任せることができそうだよ。じゃあこれからはこのアルバイトたちと一緒になっていくら目詰めをやってくれたまえ。基本のんを教わっていないって。確かに基本できたらんもやるんかなと思ったから、これで終わりなんだね。まあ梅とはそう言ったもん。俺そういう海への印象はありません。ごまかすにしても下手くせが過ぎませんか。クマさんさん。まばたきをする間に基本の形も変わる。だから私は海から離れられないかもしれないね。何を言ってんだお前は。よし、次から本番が始まるよ。んは繰り返す。打ち寄せる波からんを感じとるんだ。君には期待してる。頑張ってくれたまえ。何言ってんだこの人は。やったー、今日から正社員だー。